九州男児 TV をご覧の皆さん、はい、ということで始まりました、はい、九州男児 TV ですけども、はい、ですね、はい、本日の企画は、はい、人の話聞かんないけど聞くよ。本日の企画はですね、はい、最近ちょっと流行ってるゲームが流行ってるゲーム、はい、あ、家でもでもできるんだ絶対に笑ってはいけない単語ゲームというのをやってみたいと思います。ほう、もう何でもいい、何でもいい、とりあえず、うん、なんか思いついた単語をペッって言って、うん、その単語で笑ったら負け、負けた人は物ボケをしていただきます。物、うん、ボケ超おもろいよそれでは絶対に笑ってはいけない単語ゲームスタート。さあ行きましょう。絶対、じゃあまずじゃんけんで先行後攻決めようか。ちょっと長めなんで、ね、ちょっと顔見えるね。最初はグーじゃんけんぽい。よし、俺が先行でございます。笑ってはいけんのよ。笑ってはいけん、笑ってはいけんね、うん、絶対に笑ってはいけん。え、目合わせる。じゃ苦手なの。じゃもう笑えないやろ。目合わせるってちょっと苦手やろ。こっち見ようか。うん、画面の前の皆さんも一緒にチャレンジしてみてください、はい、笑ったら負けです。はい、いいよ。それでは行きましょう。お前からね、うん、よーいスタート。ガム、綿棒、いや負けやん遅ない。え、じわったもしかして。え、じわり、そんなじわるか綿棒で何が。あー、惜しかった。カッターじゃないよ、カッターじゃないよ。ちょっと本気出すわ。最初から出せて。これからいきます。はい、カメムシ、お茶、サニーレタス、一生懸命、俺一生懸命だったし。違うって、ポンポン来てもらわない。卑怯やろ、そんな、まあ。耐える時間ちょうだいよ。今一生懸命耐えたのよ、俺。サニーレタスって何。いや。じゃあ、言われて、5秒以内に言わないけど。いや、そう、5にしよう。うん。耐える時間も含めて、ね、含めて5秒。うん。自分の中でやろう、その5秒って。うん。その、大体の。うん。じゃあ俺からいくよ、うん、つまみ。いや、なんだ。俺ダメや、俺ダメや。ハマった。ハマったね。なんやろ、自分が言ったことが面白すぎて。これで終わりこや。これで終わりこね。これだな。うん、よし。はい、気合を入れて。絶対に笑ってはいけない単語ゲーム。はい、スタートです。浦安港、モアイ像、シラス、天かす、歯磨き粉、レンコン、水原希子、マスキングテープ、船着き場、救急車、スコンブ、わさびのり、ホムラ玉、ゴム、パイン、坂道、隣人さん、人参、左右、
とんでん兵、そば湯、こがめ、茶、観音開き、シャッター、ブランコ、ブランケット、銭湯、富士山、トーマス、スイカ、カモメ、目つぶし、カッパ。何だこれ、何じゃこのゲーム。何これ何これ、引き分けやね今の引き分けやわいやー何このゲーム何これ皆さんも、はい、お家でこのゲームやってみてください。モノボケはどこ行った引き分けから引き分けなしじゃあ1回ずつやろうか、引き分けからな、うん、引き分けやからモノボケは1回ずつしてお別れしたいと思います。さあ何でモノボケしましょう。何でもいいです。さあこちらで本日はモノボケをしてお別れしたいと思います。これはい、おいどうぞ。ゆうせいくんのネタをいただきました。俺のネタ、俺のネタって何やろ。あ、すいません、これぐらいのペンギン見ませんでしたいい、うん、閉めるよ。はい、ビビビビビビ、え40度25度やけどお酒は25度やけどはい、はい、ということでこの動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。九州に向けてバイバーイ。バイバーイ。そしてやっぱりだね、九州男児、どうもありがとうございました。変なゲーム、いやほんで見てくれてありがとう。おっわりっ